この次はハンマーナイフモア BC70 オーレック三菱8馬力の動作チェックですね。動作チェックというか火花チェックですね。刃の状態もまだまだ使える状態ですね。カバーの内部も程度はいいですね。で持ってきたノーキングが万全にエンジンかかるかどうかはこれで瞬殺で分かります。スイッチはオンオフ効いてない状況なので、まさかまさかのエンジンダメなパターンですかね。今のような4がした後はちょっとバラしてみましょう。リコイルが原因でしょう。おそらくなんかこの辺ぶつけた跡あるんで、この辺がぶつかってるんじゃないかなっていう自分の想像ですけども、このリコイルで音立てなきゃ、この赤いカバーが内側にめり込んでそれがぶつかってるんだと思いますね。推測からいくと今払いたくて、便所に行ってきたんですけども、やっぱりつなぎ来てたら一歩間に合わずやっちまいますね。やっぱりボトムスとトップスに分かれてた方がいいですね。ベルトをカチャッと下ろせばすぐあれなんで、つなぎだと肩から下ろすあの時間の差で本当に、社会人なのにやっちゃいそうな感じですね。いい年こいてという感じで、ちょっとリコイル見てみます。ぶつかる音はしなさそうですね。やっぱりリコイルが原因かな。油を引いてですね、何回も、引っ張ったり伸ばしたり引っ張ったり縮めたり引っ張ったり縮めたりですね、やってみましょう。取り付けても音がやみそうもなく、これ空回しでも音を立てないってことはですね、この辺ぶつかってる、ところこの辺が内部にぶつかってる可能性あるんですね。そしたらまあ一回バラす前にこれで止まるんですけども、ワッシャー1枚かませてみて、M6 のワッシャーですね、かませてみて音が出るか出ないかを確かめていきます。このワッシャーをかませれば、はい、さっきの音が消えます。こういった類のリコイルもたまにありますので、スペーサーを入れることを忘れずに。あとさっきの爆発チェック、リコイルの音でかき消されましたけれども、直接、プラグがついている状態で、あとはスイッチのオンオフは、ここでなくなっているので、これでプラグから常時火が出ている状態、これで爆発テストですね。はい、かかります。わかりますかね、このテン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 という音。ピストンシリンダーに向けて、はい、こうなればかかりますので、このハンマーナイフモアいきますという感じです。最後までご視聴いただき、今スペーサーをかませてリコイルも異様な音もなくなり、タンクですね、タンクの中も、結構かなり綺麗なんで、なおかつですね、燃料コックもここで止まってるという感じで、タンクの中が綺麗、燃料コック止まってるっていう管理の良さでいうことであれば、まずキャブ掃除しなくてもかかる可能性があるということで、一回このままキャブ掃除せずに、取り付けしてガソリンを突っ込んでエンジンがかかればですね、キャブ掃除はどの道するんですけども、一瞬で得られる安心感が違うわけですね。キャブ掃除ってなるとちょっとうわって思うんで、めんどくさくなってきてるんで、キャブ掃除は結構本当に細かい作業なんで、いくら慣れてると言っても汚い仕事になるんで、あれなんですよ、泥とか、こういうところ汚れてたりするともうゴミが吹き飛んでくるので、よし。
これで油入れてみてかからなければもうキャブでかかりますね。掃除すればもうこれが長年の勘ですね。で、ここにチョークがはまるはずなんですけども、もうまあそれは後で、考えるとして油を入れていきましょう。横になるタイプですんで、油入れるときはこういうふうに楽に入れられますんで、油を入れた後はまあ先ほど言った通りエンジンオイルは一回点検してあるんですけども、まあ入ってるし綺麗なんで OK ですね。これでちょっと引っ張ってみましょう。何の点検もなしに、チョークを引いて、燃料コックを開けてと。この状態でキャブレターからなんかオーバーフローするような状態になればですね、かかれないですね。もうこの燃料コックから油塗ったりとかですね、今のところ調子良さげですね。あ、チャンバーのところのオーリングから塗ってきましたね。最後までご視聴いただきポタポタっと、まあこの感じでもう燃料コック止めて、かかれるかかかれないかっていうのをちょっとやってみます。オーリングの取っ替えが必要ですね。で、アクセル、スロー、クラッチ、キール、ブレーキ、 OK。 はい、キャブ掃除確定。やってくれやん。キャブ掃除だな。ああ、ばっかり。しゃあね。直すしかね。はあ。ということです。キャブレター分解掃除すればエンジンかかります。バラしたら。チャンバーは緩んでるわ、ノズルはポロッと抜けてきたわ、フロートも抜けてきたわ、ここのピンはまってないですね。これじゃエンジンかかないですね。はは、直しましょう。そしてオーリングもないという感じですね。作るしかないね。直径が大きくて使い物にならなくなったキャブレターから幅広のウォーリングを持ってきて、端っこだけを切り倒して、こんな感じでウォーリングをきっちりはめましたという感じですね。これ誰かがいじったキャブレターでしたんでしょうけども、自分にかかればパパパパッと、見なくても構造わかるのでパパパパッとこう直していけますけども、これでエンジンかからなかったらちょっとショックですね。結局ですね、ピンがフロートのピンがなかったんですけども、こちらのキャブレターからちょっと太めのピンを拝借してピンを削って、こちらに差し込んでおります。これでもうキャブレター掃除完了です。このフロートの汚れはですね、綺麗に落とそうと思えば落とせるんですけども、とりあえずエンジンかかるかどうかのあれなんで取り付けしていきましょう。どれ、キャブレターことごとく一発勝負でかけてきた自分が自信を持って一発でかけます。あれ、燃料コックはオン、オーバーフローしないかどうか。掃除すると結構いきなりしてくる可能性あるので、でチョークで、リコイルを引くと。
強だ。一発だろ。ただあとこれアクセルの調整だから待てよ。すぐにかかるわ。すんげえけど今力エンジンの。バランスだ。ウェイトバランス悪くなってる。パーなくなったもん。ほら一本かけたもん。ここ一本かけた。歯一枚でも足り、歯ワンセットでも足りねばブレんな。みんなあれだよ、ここの作業部2枚取れるだけでかなりブレるから、ここ全部歯取り付けさらってでウエイトバランス取れてるから、多分ここなくなっただけでどえらい音しちゃうから、おっかなくなってアドだったんだよな。んだと思う。使ってる人がなんだこらと思っておっかなくなってうだったんだよアド。機械やがれ言わせに見ればここはまだ機械まだ使われる望みあるもん。交差溶接足してそいでもブレるようだば、輪木のベアリングとかチェックしていくべきだけども、まだ歯この2枚足すだけでウエイトバランス取れでいい感じになっから、同じイダーズで溶接してやった方がいいな。これのノギスで見てやってということです。皆さんさよなら。最後までご視聴いただきありがとうございます。ラウズノキでは自社ページの他に Twitter、Facebook、Instagram などの SNS を始めており、最近始めたのが Instagram で下の方にあるやつですね。それが ROUSE-NOUKI と、まあ続けて読めばラウズノキみたいなもんですよ。
まあ、ツイッターは、過去のアカウントのアットマークから始まる ALLOUTLLP、Facebook も同じく、アットマーク ALLOUTLLP と検索していただければ、見つかるかと思いますので、ぜひフォローしていただければと思います。ツイッター、Facebook、Instagram、それぞれフォローしていただければ、最新の中古の機情報を、こちらで記事を更新したり、日記を更新したりとかってするとですね、それぞれの SNS に投稿されるかと思いますので、安く、より良いものをお届けしますので、最新情報が欲しいという方は、ぜひフォローお願いいたします。よろしくお願いします。